私はストファイブしか早くやったことがないため他のゲーム過去系譜などにおける重ねについてよく分かっていません、うん、相手の起き上がりに技を重ねるのは強いはずなのに他のゲームではやっていないのでしょうか、うん、ストファブの悪いところについて重ねについて、えー、言及する人が多いのはなぜなのでしょうか他ゲームにおける重ねについて教えてくださいああこれはなかなかいい質問ですね確かに意味わからんよな ストイブしかやったことないかや,や,ってやったことない人からしたらえー、っといやもちろん他のゲームでも重ねっていうのはやりますやるんですけどもえー、っとまずストイブっていうのはその起き上がりが受け身が2種類あるんですよねその後起き上が、えー、っと後ろ起き上がりっていうのがあってでそのそれを見てからまあ技を重ねるっていうのがまあまああのスト5っていう っていうゲームは技術管理の部分なんですよ。あの、む難しい。あのー、かなりその、他のゲームに比べて難易度が高い部分なんですよね、セーバー、あの、スト5っていうのは。で、言うたら、その他のゲームやってる人からすると、まあ、相手をダウンさせたと。有利、有利な状況を作ったときに、技を重ねるっていうのは、まあ、かなり、まあ、何て言うかな、難易度が比較的低いんですよね。結構簡単。で、あのー、気持ちよくそこは攻めれる。まあ、練習しなくてもできる部分なんですけど、 まああのー、スト5に関してはそれはちょっと難しい他にも難しいから、えー、そこで練習が必要なのは今までと違うっていうので、あのーえー、言及する人が時々いるっていう感じですねだからあのでスト5に関してはなぜそういうふうに、えー、重ねが難しくなったっていうもそういうのもちゃんと歴史があってストンの時に ストフォンの時って起き上がりの種類が一種類しかなかったんですよ。まあ、厳密には受け身を送らせれんねんけど、まあ、基本的には一種類しかなくて、まあ、置き攻めする側がめちゃくちゃ強かったんですよね。とにかく。セットプレイって言って、相手をダウンさせて、まあ、ジャンプして、どっちに落ちるかわからないような置き攻めを仕掛けたりとか、まあ、ありとあらゆるセットプレイが、まあ、見つかってて、そガード不能やったりとかで、それで、ま、その置き攻め発表会っていうふうに、その、言われたんですよ。で、それがすごい言われてたんですよね。 でそれを、えー、カプコン側はその事実をあそのことを良くないと思っていろんなことを検討したんですよねそれが、えー、っとウルフであったその遅らせ起き上がりとかあのストテスであった移動起き上がりとかであのネスト5やったら2種類起き上がりを設定することによってセットプレーをやりづらくしたっていうのがまああるんですよ まあでも結局、その、そういうの難しくて、でも多分、スト4シリーズで一番面白かったのは、まあこれは賛否論だと思うんですけど、多分 AE2010 なんですよ。あの、その置き攻め発表会って言われた時が、実は一番、評判いいんですよね。だそこはそのほんま難しいところで、結局その、やってる方は何も言わんから、だから多くの人はそれで楽しんでてんけど、 やられてる方も、まあ、多かったっていう感じ。うん。で、そっちの意見をいろいろ聞いた結果、まあ、いいものだっ,って。まあ、それは良さがあるから、それれ良さがあるからなんとも言えないんけど、まあ、うーん。まあ、俺どっちかすると、その、おきめ発表会よりは今の方がいいねんけど、まあ、重ねに関しては確かに難しい。まあ、持続が短い技が多くて。うん。まあ、だから、要はそこはその、なんつうのかな。要するに、 難しいから、やだって感じ。うん。だからあんまり気にする、あの、やってる人からするとあんまり気にすることじゃないね。普通に練習すればできることやし、そんな感じだね。今までできた、格芸できたことが難しいから、から今までどり遊べないから、やだっていうこと。うん。やね。